レンガ済みの明治トンネル丹波篠山市川昭和トンネル、丹波篠山市川平成トンネル丹波、市川小桂坂トンネルは、国道176号の兵庫県丹波市と丹波、篠山市の市境に建設されているトンネル。両市境の金毛坂峠に設置されているが、明治、昭和、平成に、それぞれ新たなトンネルが建設され、同一の峠に別途3つのトンネルが設置されるという。 全国的にも珍しい箇所となっている。通称、明治トンネル、京都北部阪神間を結ぶ道路整備の一環として、古来より凍結、落石など交通の難所であった金毛坂峠の通行を容易にするために設置された。1879年、当時の滝軍長であった園田和正、氷上軍長であった伝帝吉らが発起人となり、 兵庫県に建設請願書を提出。翌千八百八十年十二月に工事許可が下りた。千八百八十三年完成。全長二百六十八メートル。幅員三メートル。使用されたレンガは約二十八万枚。総工費は四万円。レンガ積み工法のトンネルとしては、日本最古で丹波四の山市川には、アリ川の宮たる日と新能の記号による、こと政治道、 丹橋川には、大乗大臣三条、耳の記号による、のみ山会と記された名板がそれぞれ掲げられている。1883年10月に当時の商務省の大臣だった西郷嗣道も出席して、開通式が行われた。開通後、高度経済成長期まで使用されたが、モータリゼーションの発達に伴い自動車の通行に、 不便なこのトンネルに代わり1967年、昭和トンネルが開通したため閉鎖され、通じる道路も放置されていたが、近年、文化財的価値が見直されて、周辺の整備が進み、現在では、近くの金ヶ坂公園で毎年行われる、桜祭りや、もみじ祭りなどのイベントの際に開放されている。通称、昭和トンネル。 高度経済成長に伴い自動車時代を迎え、福音が3メートル余りで、自動車が対面通行できない明治トンネルに代わり、自動車の通行に適した新たなトンネルを設置する必要が生じた。1965年着工、1967年完成。全長455メートル、福音7.5メートル、総工費2億4千万円。しかし開通後も、 峠との標高差が大きい丹橋側の道路は依然としてヘアピンカーブの多い峠道であり、交通量の増加に伴い事故も増加、また落石や陶器の凍結などによる交通規制も多く、相変わらず交通の難所であったため、新たなトンネルの設置が必要となった。平成トンネルの設置後も旧道として残り、しばらくは通行可能であったが、 新トンネルの完成に伴い交通量が激減したことや周辺にゴミの不法投棄が目立つようになったことから2008年12月24日をもって閉鎖となった今後は明治トンネル同様イベント時のみの開放が検討されている通称平成トンネル相変わらず交通の難所であった昭和トンネルに代わるトンネルとして 国道176号のバイパス工事の一環として2001年着工、2005年完成。バイパス部分は全長2650メートルで、内新トンネルの延長は1012メートル。事業費は約78億円。なお新金が坂トンネルのみ、再送信が行われている。トンネルを抜けた時キス FM 及び NHKFM については、 周波数変更が必要である国道176号、旧道、昭和トンネル、明治トンネルへ至る道。ありがとうございます。